おはようございます。どうも、名取さなです。音入ってますか？ブルアクの音と声と入ってますか？こんにちは、こんばんは、どうもです。意思なくね、ブロックさせていただきますブロックさせていただきます。慎んでブロックさせていただこうかなと思いますけれども、本日もよろしくお願いします。今日はですね、ブルーアーカイブのイベントをやっていきたいと思います。ここが仙外郷だ。マジでみんなの声よくない？あまりキョロキョロするな、迷子になられても困る。マジでかっこいいよね。サトリナさんのこの低音ボイスがさすがにヒャダリすぎるかと思ってね、ちょっとこれはまずいですよ。あまりにもかっこよすぎるかって思うんですけど、今回ですね、久しぶりに仙外郷にスポットが当たりまして、軽く書いてツイッターには投稿したんですけど、もう忘れてる人はいないだろうし、まあ、どっちかっていうとブルアカ久しぶりにね、配信でやるから、ナトリもおさらいがてら書いてきたんですけど、アロナいけるか？いけます。潜り込むな。よし。仙外郷高級中学校について、今回ね、イベントが仙外郷高級中学校の源流門と玄武商会がかねてより仲が悪かったんだけど、その2つにフォーカスが当たってイベントが進むらしいです。ナトリのあのハイパー推し様は、CV 田村ゆかりちゃんのさやですけど、源流門が生徒会的なところ、あ、高級中学校、ちなみに結構勘違いしてる人いると思うし、ナトリも中学校があるんやって思ってたけど、あの高級中学校って高校のことらしい。で、源流門は生徒会的なところなんだけど、門主様、最終編にマジ一言一文だけ出てきて、そんなに喋ってるわけじゃないのに、もうツイッターがチャイナロリで埋まって、もうなんかネタバレとかそういう感じじゃなくなって、ちょっと人気すぎる低身長のじゃロリ権力者女みたいな、さすがにオタクは来る。で、その付き人のミナも最終編にほんとちょっとだけ出てきた。で、ルミは仙外郷関係のことだとたまに出てくる、ネバーランド出てきたっけな、ちょっと読み返してないけど、ちょいちょい出てきて美味しいご飯作ってくれる玄武商会っていうデカご飯屋さんグループデカご飯屋さんグループって言い方多分そんなに合ってないと思うんだけど、なんだろう、なんか観光とかもやってるらしいんだけど、デカご飯屋さんグループのリーダー的な存在です。で、伝統料理も他の学校の料理もいける、新メニューをよく開発してくれる。で、この源流門と玄武商会はあんまり仲が良くない、仙外郷の主導権を握ろうと対立してるってネバーランドで捕まえてて言ってた。で、玄武商会は、多国籍料理いいじゃんって言ってるんだけど、源流門は、それは仙外郷の伝統とか見出すもんじゃねって言って、ちょっとあんまり良くない。あんま仲良くない。みたいなやつで、旬は、梅花園、幼稚園的なところの教官なんだけど、梅花園の教官っていうのは、この源流門とか玄武商会と同じぐらい割と権力持ってる側、第三者権力持ち側としましては、媒介は仲良くしようよ、喧嘩やめようよって思ってるらしいです。シュエリンが言ってました。で、今回媒介とか錬炭術研究会が関わってくるかどうかっていうのが全くわからない。でもこれ源流門だから絶対キサキが出てくるっていうのはもう確信してる。で、梅花園は幼稚園的なところで、そこの教官がシュン。シュンはコスト回復、戦いが始まった瞬間にコストをなんかバカほど回復してくるので、もう
戦術最高戦では割と引っ張りだこ、超人気で、その妹のココナです。ココナも最近総力戦とかで、総力戦やらなんやらで割とヒーラーとして使い倒してる気がする。よくできましたってめちゃくちゃ褒められてる気がするんだよね。で、練炭術研究会は不老不死の研究をしてるのだ。サヤは天才発明家でシュンを幼女にした犯人です。シュンが幼女になっちゃったよっていうのが、以前やっていた仙外教のイベントのネバーランドで捕まえてっていうイベントです。あ、ごめん、アロマを消した。ひどいです。ごめん。で、というわけで、早速ね、やっていこうかなと思いますけど、今回、伝統を重んじる源流門と進化を尊ぶ玄武商会、相反する2つは仙外教の二大派閥として危ういパワーバランスの上に存在していた。裏では抗争をやってるんじゃないかって言われてますけど。そんな中、玄武商会にあらぬ疑いがかけられて、果たして一同はこの危機を乗り越えることができるのでしょうか。これ定型文になってるね。この危機、危機乗り越えたいよな。客人艦隊、いつものようにシャーレで仕事をしていると、プルルルルルル、誰からだろう。誰からの電話かな。はい、シャーレです。あ、シャーレの名取先生で合ってるかな。ルミ、合ってます。留守番電話に接続します。ピーという発信音の後に、なんだ先生って冗談とか言う人なんだね。ちょっと気が楽になったよ。まあその冗談はあんまり面白くなかったけど、あははは、滑っちゃいました。ごめんなさい。ははは、それじゃあ次はとっておきの冗談期待してるよ。あ、もう、ナトリはもう二度とルミの前では冗談言えないんだよな。なんか滑り指摘されちゃったらもう二度と、心という器はひとたび。さて、仕切り直して、私は明白ルミ、玄武商会で会長をやってるんだ。ルミ、よろしくお願いします。今日は何か相談事ですか。何でも任せてください。相談というかお願いというか、私たち玄武商会からシャーレに依頼があってね。なんだか重たい相談の予感。でかご飯屋さんグループからのお話です。そうだね、これは私個人じゃなくて玄武商会としての依頼だから、先生の勘は正しいよ。もしかしたら先生を困らせてしまう内容かもね。これだけのやりとりで重い相談ってわかるのすごいね。もしかして第6巻とかがあったり。そんな褒められたらちょっと勘違いしちゃうよね。あ、ただの偶然だよ。そっか、それは残念。まあでも偶然にせよ話が早いに越したことはないからね。依頼内容はそんな大変じゃないかもだし、そこは生きてほしかったな。あはは、なんか結構あははが多いな。まだなんか距離感を感じる。それで先生は玄武商会に招待したいんだけど、都合は大丈夫？噂の先生がどんな人なのかも気になるし、改めて挨拶したいからさ。もちろんいつでも大丈夫。私もルミがどんな子なのかし、ちょっとセクハラ感あるか。こっちにするか。気をつけていかないとな。お、私たち意外と気が合うかもね。あー、また勘違いしちゃう。先生に会えるのが楽しみになってきたよ。何か悪いことを企んでるわけじゃないよね。もしそうだよって言ったらどうする。それでも最後まで信じてくれる。信じるよ。なんかなんだかんだ結構重そうな感じがするけど。うん、そっか、本当に悪いことをしたらその時は先生が叱ってくれるんだね。いいな、先生の生徒は。そういうのちょっと羨ましい。は？お前も生徒だ、ドン。ふふ、私ももう先生の生徒なんだ。照れくさいけどそう言われると嬉しいね。それじゃ依頼が終わるまで先生のことは私が守ってあげる。ちょっといいですね。あ、ごめんごめん、自分じゃあんまりわからなくて。ちょっとあれか、天然ヒャダ誘発キャラか。なんかこちらをヒャダらせようとしてないか。そんな
そんな簡単にはひゃだらないんだからね。そこは自覚してほしいところだけど。それじゃあ私は準備してるから、仙台京の現部紹介まで来てもらえるかな。迎えに行けない分最高のおもてなしを約束するよ。楽しみにしててね。仙台京の現部紹介に向かった。ここが現部紹介。あの女の紹介ね。聞いていた通りというか。え、かっこいい。おい、それナトリもよくやるから、ドドン。かっこいい。美味しそうなスパイスの香りがするでしょ。ここからでも香ばしい油の匂いが伝わってきますね。でも現部紹介のメンバーっていうと、ナトリは火を吹きかけられてる印象しかないから、ちょっと怖いんだよな。学園外の方ですよね。ようこそ現部紹介へ。ここは他の学園にない珍味がたくさん味わえる場所。ささ、まずはタケノコパンダ店はいかがでしょう。さまざまな豆腐料理を取り揃えていますよ。中でも金色のかぼちゃスープ、いや、金色だな。金色のかぼちゃスープに豆腐やキノコを入れて煮込んだ湯豆腐が看板メニューで。あ、いやいや、ここまで来たんですから、うちの泰山蒸し鶏店にお越しください。うちのチーコージーは、それはそれは美味しいと評判で、専用の鍋で鶏肉を蒸し、その蒸気をうま味たっぷりのスープにするんです。食材の風味や香りを存分に生かした栄養たっぷりのスープは、疲れた体を癒してくれますよ。もちろん鶏肉も余すことなく堪能できる。むちゃくちゃ鶏肉柔らかくなってそうだけど。へえ、美味しそう。チーコージーなんてご飯初めて聞いた。ちょっとごめんだけど、チーコージー調べていい？チーコージー、ポット、なんだこれ、ポット的なもので、鍋的なもので、むさ、え、美味しそう。食べた。前回のネバーランドのイベントで、シュエリンがタンフールーが食べたいですって言ってたおかげで、タンフールーってなんだって、タンフールーのこと初めて知ったからな、そこで。うん、たかが鶏肉を蒸しただけで大げさな。何を、そういうあんたの店が、あ、すごい表情差分が、モブに表情差分があります。そういうあんたの店だって豆腐ばっかりじゃない。せっかく現部紹介まで来てくれたお客さんに病院食でも出すつもりかい。あ、体が慣れてるっていう意味では病院食でもありがたいのですが、キノコや山菜をふんだんに使って体を気遣ってやるのが、気遣ってるのがわからないかな。取れたての山の幸にもこだわってるんだぞ。うちのスープなら鶏肉でタンパク質もたっぷり取れて、体も芯まで温めてくれる。どっちに来るな。いや、どっちもいいよ。どっちも食べたいから順番じゃダメ。これは一体。二人とも自分の料理に自信があるのはいいことだけど、ごめんね、この人は私のお客さんなんだ。ルミ会長、なんでここに会長が。ルミ、よかった。お待たせ先生、最初から迎えに行けばよかったね。あ、いや、全然、ありがとう。会長のお客様だったんですね。失礼しました。私たちはこれで、で、この私たちはこれでって言って同じ方向に歩いてくんだけど、いや、でも、だって、チーコージーの方が美味しい。いや、でも、あんたのご飯が美味しいのも認めるけどさ、でも先生にいい顔見せたいじゃんみたいな感じで、じゃあこの後、ご飯バトルだみたいな感じで、なんか、やっててほしい。見た。まったく客引きはほどほどにねっていつも言って、あ、客引きだったの。え、ナトリ、あれだよ、よく歌舞伎町とかのライブカメラ見るし、歌舞伎町のことをインターネットでよく見るから知ってるよ。あの違法な、歌舞伎町だっけ、なんか東京で違法な客引きは禁止されていまして、なんか声優さんの声で流れるやつがあるらしい。そっか、先生が楽しんでくれたならよかった。でもね、先生、現部紹介のおもてなしはここからが本番だよ。ということで、改めてようこそ現部紹介へ。
おお。これって両部同集ってあれなのかな、五越同集をもじってる感じなのかな。五越同集は待ってたよ。どう仙台教は。いや、いいとこだね。というわけでやっていこうかなと思います。五越同集はなんかクッソ仲悪いやつらが一堂に会してるぜって意味だよね、多分。多分合ってる。え、ぜ、え、搭載、え、前菜じゃない、搭載のフォーチャオチャン、フォーチャオチャンはどうだった。次は大祭を持ってくるね。これは全家福、干しナマコやアワビ、サザエ、エビ、豚肉なんかをいろんな野菜と煮込んだ料理だよ。え、全家福とかすっごい、あ、食べてた、なかりがなんか縁起が良さそうだね。美味しい、初めての味だ、初めての味なんだ。それならよかった、お客さんの美味しいって言葉以上に嬉しいものはないからね。さて、お次は油菜のエビ団子スープ。あ、中華料理、ん、中華料理って言わないよな。仙外郷料理はそういうマナーがあるのか。まだ出てくるの、何言ってるの、まだ大祭だよ。油菜が終わっても主食と天津、あ、でも天津は知ってる、天津はが残ってるからね。これが多分あれだよな、あのぐるぐる回せる、ぐるぐる回せるテーブルのフルコースみたいなやつかな。どっちもうち自慢の味だからぜひ味わっていて。気持ちは嬉しいけど全部食べきれるかな。先生の胃袋そこまで大きくないんだよね。そうなの。ま、これから忙しくなるだろうし、たくさん食べとかないとね。あ、新キャラの、へえ、君レイジョって言うんだ。ルミ会長、こちらいつ出しましょうか。ちょっと待ってね、先生まだ大祭の途中だからさ。大祭で合ってる。あ、そうだ、せっかくだし挨拶したら。先生、この子はレイジョ、私の警護をしてくれてるんだ。カヤマレイジョです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、レイちゃん。レイちゃん、あー、でかな、トゥエーサイ、え、そうなの、でかなか、ごめん、そんな風に呼ばれたの初めてです。ちゃん付け、距離感を詰める方法にちゃん付けを覚えてしまったな。あはは、レイちゃんか、いいね、それ、私も今度からレイちゃんって呼ぼうかな。ルミ会長、それはちょっと。なるほど、まず会話の主導権を握ればいいのですね。カーフーにおいても先手を取るのが大切だと映画から学びました。いや、仲良くなれるかなと思って、相手の油断を誘うために流れるような謙遜を、これがシャーレの先生。レッツくん、ふん、まあまあ、レイジョ、そこまでにしといてあげて、先生が困ってるよ。なんか勘違いされてる。普段は落ち着いてるんだけどさ、カーフーの話に繋がっちゃうとちょっと周りが見えなくなっちゃうんだよね。あ、おた？ま、先生のちょっと困った顔が見られて私は面白かったけど。ところでさっきからお客さんがいないけど、もしかして私が呼ばれたことに関係してる？あ、今回はあれか、至高のメニューを作るのか？あはは、そうだね。それが、あ、いや、説明するよりあれを見てもらった方が早いかな。レイジョ、先生を頼んだよ。はい、会長。あの、イラスト的なところで言うと、レイジョさんのここの隙間っていうのが、やっぱりイラストを描く上でですね、前後の空間を表現するっていうのは、簡単に絵がうま見えするらしいんですけど、それが表現されていて、とてもいいですね。下も履いてほしいけどな。ルミは前を向いたまま後ろを親指で刺した。あ、あ、かっこいい。あ、あ、え、こんな表現されたらちょっとひゃだっちゃうよな。肩越しに視線を向けると、ドラドラ。何か。あ、源流も、あ、おいおいおい、これあれか。ちょっとあれか、治安の悪い人たちがお店に居座って、お店の雰囲気を悪くして、客足を遠のかせて、ここの地を明け渡さんとするやつか？何か？
お客様に指を刺すとは教育がなってないようだな。現部紹介がこの接客態度だと知れ渡ったら、お店の評判に関わるかもしれないぞ。あ？人気店だからって調子に乗ってる奴らはこれだから。まあ、見ての通りだよ。あの生徒たちはどなたです？源流門の構成員だよ。ちょっと構成員って言葉がな、ちょっともう怖いよな。詳しいな、やってた？やってません。聞いた話です。卵炒めだけでああやって何時間も居座って、ああコーヒーだけでみたいなやつだ。そのせいで他の客が寄りつか、それだ、やっぱそうなんだ。あ、もちろん一品だけでも食べてもらえるのが嬉しいよ。大衆料理って気軽に味わえるのがいいところだし、友達とおしゃべりしながら楽しく過ごしてもらえるならこっちとしても作りがいがあるんだけど、なんか悲しい。ちょっとルミの味方につこうかな。源流門許さん。どちらかといえば長時間の利用じゃなくて、あんな風に騒いでるのが問題でね。正直もはや営業妨害のレベルなんだ。まああの子たちの目的はそれなんだろうけどさ、さすがに出て行ってもらったらお願いしてさ、あの今日から、最大ご利用は1時間までとさせていただきます。で、1日1回までしか入店できませんって言おうや。それが源流門の生徒だからそうするわけにもいかなくてね。あ、先生は詳しくないか、源流門と私たち現部紹介の関係。あんま良くないとは聞くけど、噂通りなら仲があんまり。そうだね、ちょっと複雑な事情があってさ。無法好きだ。う、現部紹介の味方になるって決めたのに。あー、源流門につきます。卑怯な。源流門は仙台教における生徒会組織なんだけど、義と任教だ。任教を重んじ、伝統に勝るものなしって考えでね。伝統を大切にしようって気持ちは私もわかるんだけど、あれは大切にしているわけではありません。伝統の名のもとに変化を恐れているだけです。よそではどんな顔をしているのか知りませんが、現部紹介をルミ会長の料理を伝統に反するからといってけなしたのは許せません。料理は発展してこそです。変化のない食卓はいずれ飽きが来てしまいます。現部紹介がどれだけ努力していると思ってんだ。こちらの事情など何一つ分かってないくせに。私は大丈夫だから落ち着いて。令嬢、そんなに大きい声を出したら、あー面白いそうな話してんじゃねえの。全部聞こえてんだかんな。お前たちの企みはよ、一つ残らず明らかにしてやっかんな。どうかと思いますけど、こうなっちゃうから。源流門にもそれなりの事情があるのは理解するんだけどね。でもあの保守的な運営方針はもう少しなんとかならないのかなって思うよ。組織だって時代に合わせて変化しないとね。難しい問題ですね。みんな面と向かっては言えないけど、源流門の体制に反感を抱いている生徒は結構いるからね。それもあってうちが目立つ分なおさら目の敵にしてるんだろうけど、なんだか最近ちょっと紹介に関する嫌な噂が出回ってるんだよね。その噂聞かせてもらえるか。仙外郷では万年人という植物が取れるのですが、お人参じゃない？クソ健康になる人参じゃない？収穫量が少なく希少価値が高いから外部への持ち出しが厳しく制限されてるんです。昨今万年人をうちが学園外に密売しているという噂が広まっておりまして、その調査を口実に源流門の構成員が居座るようになったってわけ。これじゃお客さんに食事を楽しんでもらうどころじゃないし、本当にそれが噂だと思うのか？あ、いや思わないね。現部紹介はいつも好き勝手に外部のものを持ち込んでるし、そのせいで仙外郷のデートは廃れていく一方だ。よよ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 よ
おとなしく原料門に従っていれば疑われなかったもの。あよよ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 。伝統も大事だけど変化を恐れてちゃ先はないよ。まずは柔軟にいろんなことを受け入れないとね。我々のしたことではない。そもそも源流門に盾ついておいて仙外峡で商売ができると思ってんのか。すべては源流門あってこそだということを常々忘れるなよ。夢忘れるなよ。はあ、これ以上話してもらっちが開かないね。あんなおじけづいなのか。後ろ暗いことがあるから我々と話したくないのだな。はいはい、それで、あ、反論がないなら俺の勝ちだがだ。訂正しないってことは事実だっていうことだ。で、反論するってことは後ろめたいことがあるから必死になって反論してるんだって言われる無敵論法だ。というわけで、依頼内容は今ので大体わかったよね。私は誤解を解きたいんだ。先生、手伝ってもらえるかな。一方的な素尻を受けているというのに、どこが誤解なんですか？ルミ会長は甘すぎます。もっと強気に出なくては。チャカとかで。あ、いや、チャカはもうみんな持ってるから。レイジョ、落ち着いて。力に力で対抗しても逆効果だよ。二人は源流門の生徒なんだね。誰だ？無関係ロロナは引っ込んでおいてもらおうか。たとえ外部のものだろうと、仙外峡にいる以上はうちのルールに従ってもらわなくてはな。つまり現部紹介に長居するということはそちら側についたとみなされる。どちらについた方が利口か分からないわけないよな。言葉には気をつけた方がいい。この方はシャーレの先生です。シャーレ、おい、どうする。今日のところは帰った方がいいんじゃないのか。パチン、ガタ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 、シャワワワワ、ガク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 、怖すぎ。シャ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 ーレの先生、バタ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 。ふん、造作もない。源流門の代表に合わせてもらえるから、これ会いたいだけだぞ。これ俺が会いたいだけだぞ。いくらシャーレの先生とはいえ、それは、そうだ、モンジュ様はそう簡単に会えるようなお方ではない。へえ、それって君たちが勝手に決めていいんだ。何が言いたい。シャーレが連邦生徒会長が認めた超法規的機関であることは君たちも知ってるよね。そんなシャーレの先生を無下に扱ってもいいのかな。少なくともクロノスチャンネルはこのスクープを逃さないと思うよ。そうなったら仙外峡はもっと風通しが良くなるね。待ってくれ、少し考える時間もらいたい。何言ってるんだ。何事も即断即決でないと商売なんてやっていけないよ。ま、私たちにとってはチャンスだからね。外部の人がたくさん来てくれたらもっと繁盛するわけだしさ。ああ、最初からそういうつもりだったのか。分かってあげられなくてごめんね。まさか源流門が寛大な心で私たちにチャンスをくれようとしてたなんて。分かった、門主様に伝えはしてやる。だがもし突き返されても文句は言うなよ。おいおいおい、レスバ最強か。その牙をどこに隠してたんだい。それだけでも十分ではありがとう。キサキ、君と話がしたい。覚えてろよ、現部紹介。ちょっとレスバ強すぎない？ナトルも確かにって言っちゃったよ。相手の攻撃を受け流す家系の技術を戦闘以外でも生かすとは、これがシャーレの先生の力。いや違うから、レジョ早く戻ってきな。助かってよ、ありがとう先生。これに懲りてしばらく来ないんじゃないかな。それで具体的にどうするんだい？え、会ってみたらあとはなんとかな。漏れ。自信満々じゃん、ナトリ。そういう行き当たりばったりなところもあるんだ。ますます先生のこと気に入ったよ。よし、レイジャー、それじゃあ私たちも行こっか。あ、ついてきてくれんの？本当に大丈夫なんですか、会長。
大丈夫大丈夫、なんとかなるよ。それに来た気には私も言いたいことがあるからね。じゃ行こっか。はい、万が一の時には先生の安全を最優先にいたします。うん、任せたよ。と、その前に邪魔が入っちゃ、いいの？邪魔が入っちゃったけど最後まで料理は楽しんでいってね。レイジョ、エビ団子スープを温め直してくれる？はい、ルミ会長。こんなん異色同源よ。こんなに食べて動けるかな。お腹いっぱいなら残してくれていいんで。え、タッパーとかもらえますか？シャーレに持ち帰って、みんなと食べます。当番のこと、食べきれないくらいのおもてなしができたってことだからさ。あ、でも中華料理、そう、仙台郷の料理はどうかわかんないけど、中華料理ってちょっと残すのがあまりにも美味しすぎましたのマナーなんだっけ。うわ、てか風花と仙台郷食べ歩きデートっつってな。でゲヘナの給食がなんか妙に、なんかあれだね、今日の給食はなんか前仙台郷に行ったことがあるんだけど、仙台郷の料理っぽいね、結構美味しい。勘違いじゃないですか。デートの事実を隠すな、風花。これが、うん、ゲリュモンの陸和角だよ。久しぶりに来たけどあまり変わってないね。さて、そろそろ手厚いお出迎えが来る頃かな。ザッザッザッかな。あ、来た。おい、止まれ、何者だ。はあ、こちらは現部紹介のルミ会長とシャーレの先生、私は護衛の霊女です。先生がキサキに会いたいみたいだから連れてきたよ。どうしてもらえるかな。キサキ呼び捨てなんだね。王主様に来客があるとは聞いてないが、アポイントなしの来訪を通すわけには。待て、シャーレの先生って言ったか。下部紹介先生を盾にするといかにも卑怯な連中の考えそうなことだ。まあ、あながち間違いじゃないし否定はできないね。それでどうするの？このまま門前払いするつもり？そうなればシャーレの先生でさえ門前払いされたという噂がキボトス中に轟くことになるでしょうね。源流門の秘密主義にさぞかし箔がつくのでは。それは皮肉なんだよね。さあ、伝わらなければ皮肉にはならないのではないでしょうか。なんかあれだね、ウィットに富んだ会話してるねこいつら。ちょっと賢すぎるな。ナトリも脳のレベルを上げていくか。うん、採用が馬。バカにしてるのか。レイジョ、私たちは喧嘩しに来たわけじゃないの、ないでしょ。ここまで見くびられては我々のメンツが。ごめんね、とりあえず確認してきてもらえるかな。こりゃダメだ。え？少々お待ちを、猛者様にお伝えしてきます。人間万事採用が馬。大丈夫そうだな。先生がいてくれると話が早いね。ええ、噂通りです。ちょっと強引じゃなかったかな。まあまあ、細かいこと気にしてたら商売なんかやっていけないって。でも算数は細かいこと気にしないといけないよ。今月も採算が合わないね。ま、いいか。先生、顔色が悪いようですが大丈夫ですか。いや、マフィアのアジトみたいで。いや、こんなこと言っちゃダメだな。秘密組織に招待された気分だよ。当たらずとも遠からずってところかな。ほんと相変わらずだね。門主様のおなーりー。わー、あ、ナトルも雅楽でお迎えします。わーわーわー、うおー、ごめん。そなたのことは聞いておる。あえて嬉しくないと言えば嘘になるのじゃが、このような形で会いとうなかったな。はじめまして、キサキちゃん。かわいい。無礼な、いくら先生とはそのように気安くお呼びして許される方ではないですけど。時様は決めることもできないのか、こいつは。え、ごめんじゃん。そう騒ぐでない、わらわの客人ぞ。お、失
失礼いたしました、モンシュ様。やだ、モンシュ様から言葉をお届けしてしまいました。言葉をいただいてしまいました。賜ってしまいました、言葉をって。モンシュ様、どうかお許しを。あーた、そんな、お尻叩きなんて、おやめください。わらわはそんなことはしようとしていないのじゃが。ほほ。シャーレの先生は人望が厚く。目的のためであれば手段を選ばぬ。あ、ごめんなさい。あー、タケタ作詞だと聞き及んでる。これはあれだね、あの人の心、人心掌握し、なんか、いいようにやるやつだ。剣謀術数。一体どこで聞いたのそれ。アンズレでない、わらわの見立てではそちはそのような類ではなかろうって。むしろ人の良さがたたって振り回されている姿が目に浮かぶからの。褒めてんの？もっとこういうよくわかんない会話したいな。さあどちらじゃろうな。それを想像するのもまた一興。そなたの心には一体何が秘められておるのやら。かわいい。して、これは執行部員のミナじゃ。ミナの先頭に立ち、わらわの警護を務めてくれておる。いやあ、かっこいい。本題に移ろうではないか、先生。昨今、仙外峡の外で無許可の万年人が流通しておるようでな。なんか、玄武商会と関与する証拠でも見つかったんか？ミナ、持ってくるのじゃ。かわいい。ん？すごいな、緩衝材がちょっと過剰じゃないか。上の方にも緩衝材はつけるべきでは。これは見ての通りじゃ。まさか知らぬとは申すまい。玄武商会で扱ってる段ボールだね。それ段ボールだけ、あの側だけその玄武商会のやつを使ってその玄武商会の線に見立てるっていうのはあるんじゃないかな。ちょっとガバガバすぎない？会長、これが証拠じゃ。これが証拠じゃよ。我らとて暇ではないからの。証拠もなく疑うような真似はせぬ。おい、証拠が弱すぎるんじゃないのか。万年人は仙外峡でも貴重ゆえ、採取するのにも許可が必要でな。かような特産物が仙外峡の外に、それも源流門の預かり知らぬところで流れておると聞けば、当然黙ってはおれん。孟子として感化するわけにはいかぬからな。して、これに対しての申し開きはあるかの？あの、ルミさん、レスバ行けますか？玄武商会のみんなのことなら、私が一番よく知ってる。どの流通担当も万年人を扱ってなんかいないし、私に隠れてそんなことする子もいない。もしも玄武商会内部で違法取引に手を出している者がいるのであれば、必ずここに連れてきます。私の力にかけてお約束いたします。期待外れじゃの？こちらは証拠を提示したのじゃ。であれば、そちらも反証を提示するのが道理ではないのか。ちょっと証拠が弱すぎますっていうのは、反証にはならないのかな。段ボールがどこかでめちゃくちゃ段ボールだけ売られてますよって。でもさ、そのやってない証拠って、あの悪魔の証明って言って、あの無理で、あのキサキさん無理なんですよ。ちょっと時間もらえますか？やってみせますよ、悪魔の証明を。それ以上、これ以上何を聞くことがありますか。申し様、首をはねてください。お願いします。玄武商会は創作料理を出すことで有名ではありませんか。万年人だって各外の食材を仕入れるための道具として使われたに違いありません。受け継がれてきた伝統にはそれ相応の価値と理由があるというのに。伝統の大切さを理解できない奴らのことです。これ以上の申し開きなど不要です。早く神戸を垂れて謝罪しろ。解釈は私がやる。構成員のみんな、全部を否定はさすがにできないかな。
伝統の重要性がわからないとは言わないけどね。でも新しい文化を取り入れなくちゃいつまで経っても変わらないままだから、そこまで今は玄武商会にかかってある権威を伝え申し開きを聞くための場じゃ、口論の場ではないぞ。あわすぎます、申し様、玄武商会が範囲が決まってます。そうです、時間を与えては商会滅亡のためにに違いありません。仙外教の生徒には自由が保障されておる。学園の害にならぬという条件下での。今まさに刑務所からは害を及ぼしているではありませんか。うう、心臓が。害かどうかまだ明らかにはなっておらんじゃろうて、早計は禁物。わらわの言っておる意味がわかるな。うぅ、刑務所会を聞くがよい。措置の容疑が晴れぬ限り監視を解くことはできぬ。とはいえ今すぐ反省を示せというのも理不尽じゃろうて、そこでしばし猶予を与えよう。おお、チャット欄が漢字検定の試験会場になってるじゃないか。自信のあるものが多いな。期日までにわらわが納得する証拠が見つかれば改めて審議の場を設けるとしようかの。じゃが夢忘れるでないぞ。もしも状況が悪化するのであれば玄武商会の取り潰しも致し方ないからな。以上を源流門の申し流下妃の採決とする。あの夢夢じゃないです、夢ドリームですって。あ、ごめん。お待ちください、申し様、これは何者かが玄武商会罠に。ルミ会長、姉女、玄武商会の箱に万年人が入っていた事実は変わらない。こうなった以上悔しいけど私たちの手で犯人を捕まえるしかないよ。それでどうかな、妃門主。あ、構わぬよ、認めぬ理由はどこにもないからの、ルミ会長。お、あ、なんかすげえバチバチしてるんだけど。あれ、なんかなんだこの火花、 Wi-Fi か、すごいな。じゃあ何から始めようか、もう夜になっちゃったよ。まずは万年人の情報を集めないとだね。先生下がってください。うちの敷地をまたいでおいてそう簡単に帰れると思ったのか。お医者様は甘すぎる。犯罪者がのこのこ現れてたのにこのまま褒めするだなんて。休憩しようよ。容疑者証拠が出揃うまで身柄を拘束すべきじゃないのか。さっきの奇跡の話聞いてなかったのかな。刑務所会が文字様の言葉を語るな。罪人の言葉など誰が聞くか。お前たち出てこい。早いです。先生、私の後ろから出ないでくださいね。そういえば先生の指揮があればどんな状況でもひっくり返せるって聞いたんだけど本当？どこでそんな噂が。噂って自分じゃどうしようもないからね。それじゃ指揮を任せたよ。先生の力私たちにも見せてちょうだい。オッケー。私の手伝いが必要？任せて。いきますか。ネズスケはどこに行ったのな。時間だ。ね、移動する。せいぜい頑張りな。あれ、なんで源流門の隠れますある。これちょっと場違いじゃないのか。ある。陸八幡さん、さらばだ。爆発してください。陸八幡さん、なんでこんなところにいるんですか。シュン幼児はまだわかるけど、誰がそこにいていいと言ったんですか。はい、出来上がり。なんとか勝つ。これが検知してください。よし。私はただ今を噛み締めているだけさ。いや、ちょっとあまりにも場違いすぎてびっくりしちゃったね。
原理も一枚はじゃないってことかな。キサキの意思に反してこんな勝手なことしていいの？貴様レモンシュサブロの何がわかるというのだ。確かに人の心を理解するのは難しいけど、言葉にされてたってそれが本心とも限らないし、でも少なくともこの場でキサキのことを一番わかってるのは私だと思うけど。へえ。どの口が？それはこちらのセリフです。あなたたちの独断専行、正式に源流門に抗議したらどうなるのでしょうね。誰が犯罪者の言葉に耳を傾けるか。クソ、覚えてろ。オラは逃げる。ふーん、なんか二人の関係ってどういう関係なのか教えてもらいたいね。そうじゃなきゃキサキの今カノのナトリとしてはちょっと不安が残るわね。あれ、行っちゃった。追わなくていいの？放っておいていいんじゃない？それにここはまだ源流門の敷地だからね。気をつけないといけないのは私たちの方。応援を呼んでこないといいんだけど。あ、でもそしたらキサキの耳に入るからしないか。これからどうしよっか。まずは万年人に詳しい人を当たろうかな。こういう時に頼りになる人がいてね。誰だろう。あー、俺の嫁か。源流門に抗議するのは後からでも遅くないし、まずは容疑を晴らさないと。それじゃあ行こっか。行きましょうか。ごめん、どの嫁って。先生か。薬師さん。薬師さんじゃないのかな。俗礼かつ、ちょっと難しい言葉ですね。ほら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 、やっぱそうだと思ったのだ。年単研究所。ええ、万年人を使いそうな場所の一つです。ワンノブザーだね。私もさすがに万年人を料理に使ったことはなくてさ、漢方とか多分そういう感じなんじゃないのかな。どちらかというと薬に使われることが多いイメージかな。料理に使う人がいるのも欲しがる人がいるのも事実だけど、とりあえず一番使ってそうなところに来てみたってわけ。武術研究部とか強撃部あたりの体を鍛えてる人たちを頼ろうかとも思ったけど、そっちは特性とか効能に詳しいと思えなくて、ほら体にいいものはとりあえず食べちゃおうって感じの人が多いでしょ。なんだなんだ、くん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 、これ、あ、万年人じゃない、これ食べるとなんか体が最強になるし、じゃあ食べようぜ、ガガガガってこと。なるほど会長、つまり万年人を食べれば強くなれると。もしかして万年人はカンフーのために存在しているのでは。誰もカンフーの話はしてないよ。ですが体を鍛えるのには役に立つのでしょう。あ、いいからいいから、ほら落ち着いて。ふわー、うるさいと思ったら玄武商会に先生。珍しい組み合わせだけど一体どうしたのだ。かわいいね。さやにお願いがあってね。僕様、なんだか嫌な予感がするのだ。玄武商会が一緒ということは、つまり先生には申し訳ないけど帰ってほしいのだ。いや、玄武商会と源流門の争いなんて絶対に巻き込まれたくないのだ。錬炭術研究会は今日も不老不死の錬薬開発で忙しいのだ。まあまあ、そんなこと言わずにさ。おっと、チーズナンジャウォースをかけた焼きグゴシャオミエンが、あ、刀削麺じゃない？これツイッターで見たことあるぞ。チーズナンジャウォースをかけた焼き刀削麺がこんなところに。チーズなのだでしょ。いや、焼き刀削麺にチーズのシャランシュワかけるなんて、そんなの見たことも聞いたこともないのだ。カリッと揚げたハッシュナッシュにチーズの味と香りはもっちりした刀削麺と相性抜群だよ。美味しそうだなぁ。あ、びっくりした。音がガバるか。よし、どう？香ばしいコクとチーズが調和した一品。あ、隠れて食べないで。さや、隠れて食べないよ。
よしよし、荒ぶりました。ほほん、そこまで言われたら仕方がない、いただきますなのだ。おいしいかい？最高なのだ。よかったね。またご飯食べ行こうよ。また私服になってさ、またさ、ネバーランドのさ、後日みたいな感じでさ、ご飯食べに行こうよ。厨房に寄ったのはこのためだったんだ。ほら、まずは胃袋をつかめって言うでしょ。そうしてつかまれたのがモレってわけ。なんか回復したけど。万年人？なんであんな扱いにくい植物について知りたいのだ？そんなに扱いづらいんだ。こっちは全くわからないわけだから。まず栽培方法が難しいのだ。涼しくて湿度が十分な土地じゃないと根付かないから、植生地が崑崙山の山頂近くくらいしかないし、収穫まで少なくとも6年はかかるのだ。それに10年は待たないと十分な効能が期待できない上に、環境の変化にも敏感だから、100個種をまいてもまともに収穫できるのは10本にも満たないのだ。へえ、そんなもんを学校の外に違法にまいてしまった。玄武商会とかいうやつ許せん。だから冤罪なんだって。ふん。随分と難易度が高いんだね。超貴重だ。あと舌がしびれるほどの苦味で有名なのだ。あの苦味がある以上、食材には向かないと思うのだ。そうだね、私も同感。もう試したのか？ちょっと味見してみただけだよ。犯人だ！捕まえろ！試すまでもなく分かりきってるのだ。あはは、私は自分の舌で試してみないと気が済まない性格だからね。とにかく、良薬は口に逃がしという言葉があるように、万年人も例外ではないのだ。危険で複雑な工程を繰り返すことで、ある効能を持った成分が抽出できるのだ。それってもしかして。短期的に集中力が大きく高まる。それって大丈夫なの？具体的には、意識が覚醒し、疲労がポンと飛んでダイエット効果。ブル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 。なんだそれ。結び。いや、これは疲労ポンじゃ。ちょっと疲労がポンと飛んでっていうのはちょっと怖い気がしますけどね。筋力と瞬発力が大幅に上昇するのだ。あら、まずいですね。さらには並外れた動体視力も手に入り、飛んでくる銃弾が見えるようになるとか。すごいな。いや、見えるだけで避けられるとは言ってないのだ。避けないとって思いながら、ただただ銃弾が当たるのを眺めることしか。でもカンフーなら集中力、意識が覚醒。ダメだからね、令嬢。まだ何も。ズルして強くなったらカンフーじゃないよね。そうでした。理は天より来たらず、地より入れずですね。さすがです会長。やはり私と一緒にレッツカンフーやらないよ。まだ何も申してませんが。カンフーの修行をでしょ。今は紹介の仕事と料理で忙しいの。メリットばかりじゃなさそうだね。だけど、そんな薬を欲しがる生徒があちこちにいるみたいなのだ。特に試験や受験の時期に。私はあの苦味がコクを出してくれると思ったんだけどね。そこでも料理につなげるのか。ルミ会長らしいといえばらしいけど。とにかく僕様には理解できないのだ。そんなに気になるならみんな試してみればわかるのに。誰でも試せるわけじゃないからな。それに、試験なんて前日に教科書に目を通しておいたら、よっぽど意地悪な問題が出されない限り、満点が取れるものじゃないのだ。だからこういうのが好きなんだって。こういうところが好き。それができるのはさやくらいじゃないかな。そうなのか。確かに、それなら万年人を欲しがる生徒がいるのも納得なのだ。
危険だし絶対にダメだけどね。気になるのはそんな面倒なことを一体誰がするのか。危険な溶媒が必要で厳密な温度管理も求められるし、蒸留するだけじゃなく複雑な工程がいくつも続くものなのに、完璧な薬効を引き出すには高度な専門設備が必要なはずだけど、錬丹術研究会以外の場所にそんな設備があるのならマク様の耳に入っているはずなのだ。それだけの設備が運び込まれていたら現部紹介にも情報が入ってくるはずだよ。さすがだね。仙外教の中で僕様より薬に詳しい人はいないのだ。あれもこれも結局不老不死の霊薬作りには役に立たなかったけど、一回やったの？前から気になってたんだけど、不老不死の霊薬にこだわる理由って？あ、それは知りたいかも。それが不可能だからなのだ。先生にはこのロマンがわからないのだ。不可能だからこそ挑戦する甲斐があるというものなのだ。目標は高く、そして険しく。不可能な問題に挑戦しているうちに新たな気づきもあるのだ。うん、なかなかいいこと言うんだね。霊薬にしか興味ないのかと思ってたよ。そんなことないのだ。でも霊薬作りが一番の目標なのだ。手段と目的が入れ替わっちゃう人は多いけど、少なくとも錬丹術研究会はそうならないよう気をつけてるのだ。でも目がくらんじゃうよ。頑張ってるね、さや。なんなのだ。そんな急に褒められても何も出ないのだ。かわいい。それに万年陣の具体的な使われ方は知らないし、あれ、何、いや、なんでもないのだ。なんだ。そういえば万年陣の成分を利用して脳を覚醒させる研究があったような。でもあれは、やってるな。悔しいよ、悔しいよ。漏れの彼女の中からさ、犯罪者が出てくるなんて。とりあえず万年陣が栽培できるのは崑崙山だけなんだよね。だったらまずは行ってみるよ。ありがとう、さや。僕様は何も知らない、何も言ってないのだ。さっきまでのはただの独り言なのだ。あはは、分かったよ。私たちの秘密ってことで。自首しよう、一緒に万年陣返そう。僕様はもう持ってないのだ。先生大丈夫？すごいな、あの上のところのちょっと穴が開いた山のやつ。たまにマイクラであれ、あのなんか自動的に生成されるちょっと神秘的な山だ。こんな急勾配だなんて聞いてないんだけど。先生、容疑が晴れたら私と一緒にカンフーの修行をしませんか？確かにそれは明暗だね。どこが明暗なの？ちょっと体力がなさすぎるんちゃう？先生、何事にも体力は欠かせませんからね。料理をするのにも長時間立ちながら鍋を振るい、厨房の暑さに耐える必要があります。それは先生の仕事にも通じることですから。カンフーの修行を通じて体力作りを。ええ、その通りです。運動不足なのは認めるけど、考えるより行動せよ。行動しない者は敗北する。まさに今の先生のためにあるような言葉ではありませんか？でも頑張って頑張って、急勾配の中山を登ってきて、これ見てくださいよ。まだこの先行くのって、こんな作画ミスみたいなさ、急勾配無理だって登れないよ、こんな階段。よかったね先生、レイジョに鍛えてもらいなよ。はい、面白がってるよね。あ、ひゃ、ちょい、収めていくか。遅かったな、ゲーム紹介。あなたは改めて言葉を交わすのは初めてだな。はい、さっきあの一言も喋ってなかったもんね。源流門の執行部長、近衛美奈だ。生まれた時から人をお守りするような感じだね。執行部長が顔を出したってことは、キサキの命令だと思っていいのかな？
さてな、ご想像にお任せしよう。犯人は再び犯行現場に現れるものと相場が決まっている。私はそれをこの目で確かめるべく待っていたまでだ。はわわ。現場を見聞するだけで犯人扱いされてはたまりませんよ、ミナ執行部長。いや、すべての物事はつながっているというものだ。私は確信しているぞ。うかつな確信を世間では不注意と呼ぶのです。私は不注意を常に警戒し、改善の努力を重ねてきたんだ。源流門では絶対にそのようなミスは犯さない。絶対にだ。そう、絶対にって言葉ってあんま言わない方がいいらしい。素晴らしい自信ですね。過剰な自信は時にその目を曇らせますよ。そこは責任感と言ってくれ。今度こそ決定的な証拠が見つかるかもしれないからな。初の実を結ぶための過程、それは途方もない苦労を伴う。しかし、だからこそやりがいがあるというもの。食券を取り出してどうしたの？ダメだよ、ミナちゃん。燃やしたら。安心してください、先生。あれは偽の食券です。これ何？これ何？どういうお笑い？タバコを吸えないのが残念だな。いや、生徒がそれはダメだからね。カンポットだの。ちょ、ある。どうして私をここに入れたの？ごめんごめんごめん、悪かったって。誰か代わりに、代わりに出題できる方はいますか？学校。シロコいけるか？うん、大丈夫。私ならいける。あ、ほんとに？やめといた方がいいと思うぞ、今は。どうしようかな。じゃ、ココナ、行ってもらえるか？お姉ちゃんがいるから。お姉ちゃんはどこにもいませんよ。あ、そうだったな。スペシャルも変えるべきだった。さあ、時間だ。あっち行こうか。っていうか、ちょっと待ってな。環境設定、EX スキル演出。それで終わりなのか？チャーハン。チャーハン作るよ。これでどうかな？美味しそう。できた。パラパラチャーハンな。あそこだな。ありがとうございます。スタンプ願います。今日の点数は100点満点、合格です。それで終わりなのか？お姉ちゃん大丈夫？お姉ちゃんじゃありません。はい、今こそ。あ、これが食券？お別れだ。ありがとうございます。あ、かっこいい。やばい、ミラーマッチ。新年にはやっぱちょっとヒーラーが多すぎます。爆発してください。先生、ヒーラーが多すぎます。いい感じですね。次もよろしくお願いします。次は僕様を入れるのだ。ほんと、ほんとそれ。くっ、情けない。はあ、戦う気なかったけど、そうも言ってられないね。どうかな、少しは落ち着いてくれた？失敗を認めなければ前に進むことはできない。成長のためには必要なこと。しかし、受けた屈辱はそのままだ。私たちは破壊されるために作られたというのか。謝らんきゃ。またわけのわからないことを。ちょっと何言ってるのかわからないかな。そんな、みんな、もしかしてお前、お前まさかちょっと抜けてるところがあるのか。私は現部商会と錬炭術研究会が接触した報告を受けてここで張っていたのさ。教えてくれるやん。錬炭術研究会と共に現れることを期待してな。様は行かないのだ。
源流門は錬炭術研究会のことも疑っていたのですか？万年人は薬とも関係が深いからな。目をつけるのは当然だろ。錬炭術研究会と玄武商会は必ず裏でつながっていると踏んでいたのさ。デタラメもいいところです。推理と言ってもらいたいんだが、気になったんだけど、ハードボイルドなのが好きだったりするの？もちろんだ。最高だろ。クールなのは？無論だ。見ての通り、私のためにあるような言葉じゃないか。何を言ってるんでしょうか。さあ、なぜ錬炭術研究会は放っておいているのですか？あちらには物証がない。今のところ目立った動きも見られなかったからな。こうして現場に戻ってきたということは、私の推理が正しいという裏付けでもある。そして残るは先生の処遇だが、それはあまりにも短絡的なのでは。そもそも源流門が目を光らせている崑崙山からどうやって万年人を持ち出すというのですか？手段ならいくらでもあるじゃないか。大方汚い手口を使って山に侵入したに決まっている。賄賂で買収すれば監視など意味をなさない。そういったやり口は玄武商会ならお手のものだろ。少しは頭を使って考えてください。犯人は現場に戻ってくると。であればそれは源流門も例外ではない。むしろこの一件は玄武商会を陥れるために源流門が裏で一枚噛んでるのでは。そのわけがあるが、誰が得をして誰が損をするのか考えればおのずと辻褄が合うと思うのですが、そう考えれば源流門が万年人を密輸し玄武商会に濡れ衣を着せた可能性は高い。ちょっとなんかポケって顔してるけど。証拠の存在を忘れたのか。万年人が見つかったのは玄武商会の段ボールだった。段ボールの一つや二つどこでも手に入れられるでしょうに。玄武商会は少なくとも仙外峡の内部で最大の流通ルートを誇っていますから、そもそも仙外峡を牛耳っている源流門に手に入れられないものなんてあるのですか？言いがかりだ。最初に決めつけたのはそちらじゃないですか。玄武商会と源流門って互いの行動に目を光らせてるじゃない。犯人の立場になって考えると、その目をかいくぐって密輸するなんてちょっと難しいんじゃないかな。こんなん両方とも倒れてくれれば嬉しい第三勢力がいるわけだから、両方の目を欺く必要があるね。先生は玄武商会の味方をするのか。先生は源流門の味方をするのですか。落ち着いてくれんす。どうどう、先生が困ってるでしょ。まったくこの二人は気が合うのか合わないんだか。合いませんで。ユニゾン、ユニゾンって人増えちゃった。どちらの目も届かない組織があるとか。何を言ってるんだ先生は。そんな組織が仙外峡にあるわけないだろ。仙外峡のすべては源流門の下にある。少しばかり玄武商会に手を焼いているくらいでな。つまり疑わしいのは玄武商会、お前たちしかいないというわけだ。先生の言葉に感謝しなくてはな。誇らしげに言うことですか。逆に源流門が玄武商会を陥れる動機足りえると思いますが。な、私を罠にはめたのか。やはり先生は源流門の敵だったと。そんなつもりじゃないよ。いや構わんさ、いずれ理解してもらえる日が来るはずだ。はあ、私たちの目の届かない組織ね。目の届かない、目の見張る必要がない。もしかしてあそこなら。いやあ、シュンマジでやめとけー。ああ、媒介園の子供を使っての密輸事業、あまりに許せませんね。たく、泣けるな。会長、何か気づきましたか？待て、何の話だ。
いや、でもさすがにあの子たちを巻き込んでるとしたら、仙外峡もいよいよ終わりだね。心当たりがあるんです？あまり確信はないんだけど、聞くだけ聞いてみてもいいですか？先生、確かに監視の目が届かないところという点ではトレーニング部も怪しいと言える。ミレニアムサイエンススクールがどうして今？会長、私にもこっそり教え。何を自分たちだけで話してる。早く言わなければ。いやでも口を開かせてやるぞ。1、2、1、2、1、2。あんなところにスミレが。じゃあ結論から言うと存在するよ。どちらの干渉も受けない組織がね。でもあそこだけは普通は想像できない。きっと嘘だと思うはず。私も間違いであってほしいよ。本当に媒介の可能性が出てきちゃったな。仙外峡で最も純粋な場所、それは一体どこなの？仙外峡。え？マジ？仙外峡くん、教訓育支援部、媒介園。またネタバレしてしまった。親方、後ろの山にスミレが。マジかよ、ココナ。今来てたのもちょっと後ろめたい気持ちでいたのか。本当は花丸ってわけじゃなかったんだ。確かに鶏肉のささみがあると嬉しいかもしれないな、スミレ的には。72点、53点、81点、48点。ふう、今日の採点はおしまい。ふわはー、かわいいね。子供たちはどうして勉強が嫌いなんだろう。ココナはどうして？そんなに難しい問題でもないのに、いつも補習が必要な子がいるし、難しい問題が多いとまた春姉さんに怒られちゃう。こんにちは、教官ちゃん。媒介園で会うのは久しぶりだね。あ、ヌミ会長、こんにちは。それより教官ちゃんじゃないです。私にはココナという名前がちゃんと。でもココナちゃんって呼ばれると。あ、ごめんね、ココナちゃんが可愛くてつい。元気だった？教官の仕事はどう？ココナちゃんでもいいの？あ、ココナちゃんって呼ばれるのも子供扱いされているような気がするけど、立派なレディーはこの程度いちいち気にしたりしません。えらい。元気ですよ。私は一人前の教官ですから。久しぶりだな、ココナ教官。何か困ってたりはしないか？急に尋ねて迷惑ではなかったですか、ココナ教官。よいしょよいしょ。あー、よいしょ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 。これ気持ちいいな。迷惑だなんてとんでもありません。ようこそ媒介園へ。ところで、源流門と玄武商会の方が一緒にいらっしゃるなんて珍しいですね。これには事情が。不本意ではあるのだがな。いいか、ココナ教官、この悪いお姉さんたちと遊んじゃダメだぞ。伝統の何たるかも知らずに、いつもこそこそと何か企んでいるようだからな。こんな意地悪な人たちと一緒にいてはよくありませんよ。新しい文化を取り入れないで殻にこもっているような人たちですから。言ってくれるじゃないか。言葉には気をつけた方がいいぞ。それも言われたまま黙っているように見えたか。そちらこそ、よく考えてから口にすることです。あ、二人とも、ココナ様の前で荒らせられるぞ。ちっ、ふん。ありがとう、先生がいてくれて助かったよ。それでココナちゃん、私たちがここに来た理由なんだけどさ、最近、中身のわからない荷物を預かったりしなかった。あ、これ！あ、これ大人の！大人の万年人を預かってたりしない？中身のわからない荷物ですか？あ、そういえば、心当たりがあるのだな。はい。この間、玄武商会の段ボールに入った食材を仙外峡の外で待っている人に渡してほしいと頼む。受け。あら、
あらぁ受け子供が受け子供、やはり現部紹介の仕業か。そう結論付けるのは早計ですよ。ココナ教官、頼んできた生徒の顔や服装は覚えていますか？いえ、具合が悪かったのかマスクをしていたので。顔を隠していたのか、ますます現部紹介の疑いが強まったな。何を根拠に私たちだと決めつけるんですか？現部紹介は食材のためなら何でもする。違うのか？否定はできませんが、たとえ下部組織であっても違法な手段に手を染めていたら、誰よりも先に私に連絡が入ってくるはず。おう、ルミ会長じゃなくてか。まあ、そっちの仕事はレイジョに任せてるからね。なるほど。あまりそっか、政治っていうよりは料理の方が好きみたいな。レイジョの目は信用できるよ。私が保証する。あ、それと、媒介員の園児にも似たようなお使いが頼まれたんです。あ、ちょっと、受けご。園児たちに？子供たちに、ですか？もう少し詳しい話を聞けないか。そんな世は一大お使いブーム。その媒介園の園児はお使いの練習で配達の依頼を受けたりしてるんです。いつも近所の方からの依頼が多いんですが、ここ最近いくつか仙台橋の外に荷物を届ける依頼が来ました。その依頼を受けたんですね。はい、受けました。危険なものではないと言われましたし、何かあれば守ってくれるとのことだったので。私も一度だけ付き添ったんですが、特に問題はありませんでした。そもそも仙台橋の園児に手を出すような怖いもの知らずがキボトスにいるのでしょうか。ビンゴだな。何かですか？いえ、何でもありませんよ、ココナ教官。私たちはそろそろ行かなくては。ありがとう、ココナちゃん。シュン、ちょっと、来てもらえますか？はい、お疲れ様でした。シュン、ちょっと、話が。シュン、このことについては知ってた？いい判断だったよ、レイジョ。ココナちゃんの前で話すことじゃないから。子供たちに気づかれてはいけない。そうでしょ、ミナ執行部員。執行部長。何も知らない子供の善意を利用するなんて。世の中には超えてはならない一線というものがあるだろうに！すぐにでも犯人を見つけてとっ捕まえてやるっつってんの！源流もの力を総動員してでもな！ね？みんな落ち着いてくれ。あれを聞いて先生は黙っていられるのか？慌てても仕方がないって言いたいんじゃないかな。君に源流もを、動かすだけの権限があるなら話は別だけど、私の知る限り妃でも難しいはずだよ。随分としたような口を聞くのだが。だな。ま、お互いのことならそれなりに知り尽くしてるんじゃないかな。なんだと。紋主様でも、紋主様でも動かせないんだ。実行犯を捕まえるだけじゃ意味がないから。そうだよ、実行犯を捕まえるんじゃなくて、ある程度泳がせて元から立つ。先生の言う通りです。すべての責任を押し付け尻尾を切ることで逃げ延びた組織は数知れません。そう。ねえ、下っ端を出頭させるんだ。自首させるんだ。すいません、万年人やっちゃいました。現部紹介で扱った事件でも下の者を切り捨て言い逃れする者の姿を多く目にしてきました。個人の裁量に委ねているからそんなことが起きるのだろう。組織を管理するには厳格な規則が必要だ。例外などあってはならない。それでは非効率的な方法を強制することになり得ます。日々変化する状況に対応するのが現場なのですから。それで媒介の子供たちに犯罪の片棒を担がせたというのか。まだ現部紹介を疑ってるなんて本当に頭が固い。何度も繰り返しますが、うちがやったという確たる証拠はありません。でも段ボールが。
レイジャの言う通りだよ。だからこそ私たちは調査をしてるんでしょ。媒介を巻き込むだなんて私も怒ってるよ。もし現部紹介の関与が明らかになった場合はどうするつもりなんだ。そりゃ責任持って辞職ですわな。私が責任を取る。紹介の活動停止でも解散でも好きにして。会長。大丈夫だよ、レイジョ。もしそうなってももう一度やり直せばいいんだから。解散する覚悟でも見せないと、ずっと疑われたままじゃ調査にならないし。それで先生、何か作戦があるの？やっぱここは、サヤの力を、若返りの飛躍をまたもらって、ワイと、もうここにいるね、調査隊の3人が、まず、かっこ幼女になり、即日、ブルーアーカイブへの実装されます。この3名が。この3名がまず、幼女化して、ブルーアーカイブに実装されますとだ。そうすると、うおーマジ？ナトリはやっぱいいや。ナトリは見とくから。で、その3人が、お使いのね、練習をすると。その話乗った。お、乗ってくれるか？じゃあ、今からね、直談判に行こうね、みんなで。罠を張るのはどうかな？罠。ワーナーブラザーズ。待ってろ、ネクソン。そうだ、ネクソンの会社の前とヨースターの会社の前で、それぞれね、二手に分かれて、座り込むぞ。お願いしますって。あ、先生、ココナちゃんにお願いしてきてくれてありがとう。私が言い出したことだからね。先生はさ、大義の前に犠牲はつきものだと思う？大きな志を遂げるためには、犠牲があっても仕方ない。結果さえ得られればそれでいいとか。私は正直よくわからない。でも、源流門なら、たとえ犠牲を払ってでも目的を達成するだろうね。先生の提案で罠を仕掛けることになったとき、ミナが積極的だったのもそういう考えだからだと思うし。まあ合わないんだね。ルミには悩みなんてないと思う。そんな言い方ってないよ。紹介の会長を務めるくらいだから。は、何言ってるの先生。今は柄にもなく会長なんてやってるけど、もともと私は料理人だよ。だから、本心で言えば何も考えずに料理だけしていたい。料理は正直でしょ？手間をかけた分だけ美味しくなるし、研究した分だけ味の可能性が広がる。それに、お客さんの反応を見れば喜んでくれるのが伝わってくるからさ。やっぱり、料理人ってやりがいがあるね。会長としての仕事は？先生は大人だから分かってくれるかな。責任が増えるほど自分の手には負えない選択に迫られてさ。それがいろんな子に影響するでしょ？私は周りより優秀なわけじゃない。それでもみんな信じて頼ってくれる。重いよな。ちょっと長重すぎるか。たくさんの人が集まると想像もつかない出来事が起こるよね。一人一人の影響は小さいけど、それがやがて大きな意志になっていく。きっかけは本当に些細なこと。でもそれが徐々に大きな火種となる。私は会長として、それを丸く収めなくちゃいけない。でも、今日を乗り越えたところで明日は何が起こるかわからないし、ほっとつかの間の休息を得られるだけ。それをやりがいって呼ぶのは、難しいかな。無事に解決できてよかった。誰かを助けることができたって安堵してる。みんなのためにいつも頑張ってるんだね。こんなことしか言えなくてごめん。あはは、褒めても何も出ないよ。もしかして先生って、すぐ人のこと褒めてその気にさせちゃってるんじゃない？よー！こりゃ油断できないね。もちろん悪いとは思わないけど、誰にでもそんなこと言ってると、そのうち面倒なことになるよ。ねえ、刺されて。それってルミの経験だ。あ、そっち？そんな、なんか文字通りに、なんか受け取ってたけど、こんな高度な会話がなされてたの？
どうかな、これ以上は秘密ってことで。何があったの。おいちょっと首根っこ掴んでガクガクガクってやって、ちょマジ、ちょっと絶対ルミとキサキってなんかあるよね。ちょなんかあんだよ、なんか先生ってモテモテですね、私も好きになっちゃいそうみたいなやつじゃ全然ないじゃん、全然大人の会話してたじゃん。ファー、ただなんか褒められてへへへってなってた私がバカみたいじゃない、勘違いして。なんだこれは。そんな目で見ても内緒、誰にでも秘密の一つや二つあるものでしょ。なんだこれは、ちょっと大人すぎるよ。みんなついてこれてる？不思議だな、こんな気持ち今まで誰にも話してこなかったのに。悩みがあったらいつでも相談してね、ナトリじゃ解決できないと思うけど。あ、ごめん、BGM 止めるほどね、先生。はい。そんな風に言われると勘違いしちゃう。わわ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 。さてと、そろそろココナちゃんのところに行く時間。わわ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 わ、やだペタン。座り込んじゃった、腰が抜けちゃった、びっくりして。おい、それをキサキにもやったんじゃないのだろ、ブロコラ。マジ？ちょっと、分からされちゃったよ。ガク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 。よろしくお願いします。ルミ様、ひゃわわ。心配しないで、紹介の名誉にかけて、ココナちゃんの安全は守るから。ひゃわわ、切り替えが早い。ひゃわわ。ま、段ボールを一つ運んでもらって何事もなければそれで終わりなんだけどね。はへ。でも、今はそれが鍵を握ってるんだよね。ガクガクガク。うん、そうだね。じゃ、行ってくるよ。はい。ちょっと高度な会話すぎるんちゃう？すごいな。ね。あれだけさ、すごいズズイッとさ、まあ、ズズイッと結構攻めきな発言をした後にさ、そろそろ時間だねってパッて仕事モードに切り替えて、こっちは切り替えられてないのにさ、そんな、ずるいよ。あの、少女漫画だったら、あの、まず一コマ目に、ルミの後ろ姿があって、ね、そんなっていうセリフがあって、で、ナトリの、アップのコマになって、ずるいよってホワホワの吹き出しで、ずるいよ、特訓みたいな、漫画がちょっとできたわ、コミカライズありがとうございます。どこか不思議な雰囲気を持つ源流門の生徒が現れた。あ、源流門さん。源流門の子だよね。ミナを探してるの？他のものは？用があってしばらく戻らないかも。なんだ？いや、誰もおらんのなら。ビク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 このような下々の住まう場所に来てよ。うわうわうわ、俺のこと好きだろ。ふう、お忍びで抜け出すのも一苦労よな。ごめんごめんごめん、今ちょっとルミにときめいてる。キサキのこと忘れたわけじゃないんだよね。はあ、脳が焼き切れるとこりゃ。キサキ、何をそう驚くことがある。門主として事の次第を見に来ただけじゃ。なぜわざわざ足を運んできたのかじゃと。椅子に座っていては見えぬものもあるじゃろうて。人は皆それぞれ異なる視点を持っておる。故にこそ様々な視点からことを見据えねば、時に判断を誤つもの。してどうなっておる。そなたが見て感じたものを聞きたい。いや、ルミがすごいたらしで、なんかナトリ顔がポーッと赤くリンゴのように染まってしまったよ。ウブでさ。そのような話は聞いておらぬ。ごめん。キサキに今の状況を説明した。そして
ほっぺがリンゴのように赤く染まっている理由も話した。何の話じゃ。そうじゃったか。愛わかった。おい、愛わかったとか言うんじゃねえ。好きになっちゃうだろうが。わらわの判断は正しかったようじゃな。みなは優秀じゃが、すぐに熱くなってしまうからの。つまりみなをコンロンさんに送ったのはこの女。ああ、そうじゃ。わらわの指示に違いない。相違ない。衝突が起こる心配はしとらんかった。現に問題はなかろ？ミナの強さは本物じゃが、さすがにあの二人を相手取れるほどではない。ルミが自ら手を出すとも思えん。じゃから均衡は保たれると考えた。それに、そなたさえおれば、争いなど起きんと信じておったからの。おいおい、わらわのことを信じくれてんのか？ありがたい話じゃ。ちょ、映っちゃった。わらわの見立て、いかがかな？あってまひゅ。そこまで考えて。この程度のこと、見通せねば文書足りえぬよ。あまり万死の座にこだわりはないがの。ああ、そうなんだ。じゃあ俺の嫁になる？シャーレってところに住んでんだけど、泊まり込みもか。いや、これは失言じゃったな。忘れてくれ。オッケー、忘れる。協力することになったのもキサキの予想通り？そうじゃ。ミナは正直な奴ではあるが、向こう水の部分がたまに傷でな。己で体感せねば理解できぬものもある。もう少し視野が広がれば、柔軟な見方も身につくじゃろうて。そなたも分かってくれておったのか？やはり人を見る目があるのじゃな。ああ、そうだ。ことが片付いた後も、後も、仙外郷に残らぬか？その気があるのなら、わらわが取り計らおうぞ。ありがとう。そうさせていただくよ。くふふ。そうか。残念よの。なんだ、言葉だけ、気持ちだけいただきました。くっそー。これ、プロポーズじゃん。あと、くふふっていうのやめて。俺のやばいところに刺さる。やっぱ好きだ。ルミは相変わらずわらわの思い通りにはいかん。相変わらず？あ、まあそうか、そうか、なんとにかく考えすぎた。そうだ、源流門と玄武商会はもともとそういう、なんかあれだね、対立みたいなのがあるから、そこになんか個人的な感情はないよね。信じていいよね、キサキ。いや、気になりはせんよ。ふふ、今さらわらわの言うことを素直に聞かれても逆に驚くわ。あ、なんか今、遠くでタワーの立つ音が。おい、マジかよ。これ、脳が焼き切れるって。なんかさ、二人に違うタイミングで匂わせをされてさ、なんか、え？お前らのファンだったら脳が切れるんだが、おかしくなっちゃうよ、これ。ルミのやつもわらわに期待などしておらんじゃろ。昔からの、知り合いなんでしょうか？ただの腐れ縁じゃ、ルミと一緒にやっていく未来もあったはずじゃが。いや、なんでもない。聞かなかったことにしてくれるかな。ナトリは当て馬って感じだ。おいおいおい、そうなの？あ、逆になんか源流門と玄武商会がこう二つになんか元を分かった、元、いや、わかんないな、元は一つだったとかなのかな、なんかどっかで対立したとかなのかな。でもルミが直接対立した感じじゃなさそうだな。どうなんだろう。でも元胃袋掴まれてそう。だからなんか、あんま、源流門の人は、玄武商会のご飯食べるのは、ちょっとな、みたいな感じなんだけど、キサキは、昔ちょっと、ルミに胃袋を掴まれたことがあるから、
お忍びでご飯食べに来てっていうのをやりそうじゃない？で、まあ潜入捜査的な感じで、もうなんだ、何あの姿形は変えて、ルミの手料理を食べに来るんだけど、ちょっとルミは気づいてもいいし気づいてなくてもいいなって思っちゃうな。ちょ、すみません、夏コミまでに行けますか皆さん。ルミが分かってて、ちょっといつもよりちょっと気合い入れて、あ、なんかルミ会長今日は一段と腕によりをかけていますねみたいな感じで、何かあったんですかって、ふふ、なんでもないよみたいなやつみたい。それで私と話してみて何か分かった？ここでわらわの考えを伝えてよいものか悩ましいところじゃの。そうさな、そなたの言う通りルミのためにはなるかもしれぬ。おい、ふふって、そなたにだけ特別じゃぞ。はじめから源流門は事件の真相になど興味はない。はー、あ、そうなの？それを通して成長を見たい感じ？そう驚くことでもないじゃろうて、今回に限らず往々にしてそういうものじゃ。やっぱ段ボールちょっと証拠があまりにも弱すぎたのはそういうことなの？他になんか狙いがあんだ？さすがに段ボール一つが証拠になるとは思ってないよな。よかった、安心したわ。もし現部紹介が万年人の密輸に関わっておったら単純な話じゃ。あやつの規模や影響力を抑えられる、解散することもできるしな。じゃが現部紹介が関与しておらぬとしても、それはそれで一向に構わぬ。源流門はいつでも見張っておるという牽制にはなっておるからな。いずれにせよ源流門にとって悪くない話じゃ。そうであろう？まあ、ここまでで源流門が損することって基本ないからな。でも妃の考えは違うんだよね。してその根拠は？わざわざ変装してここまで来てるくらいだから。ふふ、そなたは本当にいい目を持っておるの。源流門は源流門のものじゃ。たとえ門主とはいえ、源流門としてのあり方に反することはできぬ。ああ、完全に良しとしてるわけじゃないんだ、妃個人としては。妃の頑張りちゃんと見てるからね。頑張っておるのかな。そなたもしや誰にでも言っておらぬか。いや、そういうそなたじゃからこそシャーレの先生が務まっておるのかもしれぬな。なんかさ、この人たち同じことを言うね。怒ってなどおらぬから心配せずともよい。源流門の門主たる者がこれ式のことで心を揺さぶられると本気で思っておるのか。お、先生なんかじゃ心揺さぶられないって。ルミの前だとちょっと嬉しそうな門主様になっちゃうじゃん。おい、頼むよ。代わりと言ってはなんじゃが。おい、ナトリ、お前を返してこの二人イチャイチャしてないかって。ちょっとそんな感じがします。うわ、何？嘘、イチャイチャなんてしてません。俺のことが大好きな門主様です。妃が背中に飛び乗ってきたっていうのもなんか体格差を感じられていいですね。なんと152センチですけど、自己投影できるかな？できるかな？できた。やめてくださいよ、妃様。先生だからこそ見えるものもあるように、わらわだからこそ見えるものがあるのじゃ。これが大人の、いや、先生の視点か。152センチです。妃はルミが無関係だって分かってるんだよね。まあそんなことすると思ってないだろうしな。ルミは誰よりも紹介のことを考えてるからな。自ら危険な取引に手を出すはずがない。もし紹介のものに繋がったとしても、せいぜい金に目がくらんだ末端の仕業じゃろうな。おお、ナトルも同じ考えです。
降りなくても全然このままでもよかったけど。頼みがあるのじゃ先生。ルミのことをルミのことを守ってやってくれ。そばにおる霊女という子もじゃ。ついでと言ってはなんじゃが、ミナのことも任せてよいかの。少なくとも事の顛末が明らかになるまでは。もし玄武商会が関与しておったら、その時はわらわが自ら手を下そう。じゃがルミたちが言われのない罪を問われるのはわらわとしても不本意でな。まこと手のかかる奴らよの。こうして門主が自ら動かねばならんとは。キサキはルミを玄武商会をどう思ってるの？うむ。うむじゃなくて、玄武商会もまた仙外教の一部じゃ。源流門と同じように。わらわの口から言えるのはそれだけじゃ。いや違くて、ちょっとなんか笑ってない？え、違うって、ルミのこと。こんなことじゃはぐらかされないよ、ナトリは。ねえ、安定すな。これ以上ストーリーを読んだら脳が切れてしまう。死ぬて。あれ、ここあれじゃない、シュエリンに変態の大人が襲ってきますって通報されたところじゃ。ブローカーがおるやん。あら、源流門さん正体見たり。源流門、あ、これ山川じゃん。後をつけられてはいないだろうな。ああ、もちろん、そちらこそ大丈夫だろうな。こちらも問題ない。怪しい動きは見られなかった。それでわざわざ呼び出した理由を教えてくれないか。自分でもわかるだろう。何が言いたい？しらを切るつもりか。取引の基本は信用だということを忘れるとはな。こうして信用を損ねては御仁の尾行が黙ってはいないだろうな。御仁の尾行、はい、まさか御仁の尾行を裏切るつもりか。おい、読み方を常につけろよ。ナトリの前だぞ。バカを言うな。誰がそんなこと考えるか。私たちの忠誠心を疑って。え、これってあれなのかな、やっぱ悪いやつというか悪がさらにいるのかな。それがロボなのか七囚人的な悪いやつなのか。私たちの忠誠心を疑ってるのか。いや、それは知っている。だからこそ疑問に思ってな。なぜか突然ただの人参を送ってきただろう。あ、何の話だ。私たちは人参どころか何も手配してないが。なるほど、賢いな、仲間あれを。それじゃあ媒介を通じて送られてきたあの荷物は。待て、何かがおかしいぞ。あ、それナトリでーす。聞くがよい。誰だ。天は見守り、地が言葉を受け止め、お前たち自身をこの私が知っている。あべべべん、まさか。英雄を夢見る必要などない。ただ自分に恥じぬ生き方をしたかっただけ。くそ、逃げないと。お前たちは何のために歌い、何のためにその生を全うするのか。おい、どうした。ただ漫然と生きているだけでは足りないから、私たちは皆何者かになろうと願うのだ。いやー、かっこいい。源流門の執行部長、この意味なんだ。動くな。ちなみに今のフラッシュで目がやられたわ。犯人も目がやられたことでしょうよ。源流門だと。逃げようとしても無駄だ。周辺にも人手配してるからな。先に進みたければまずは私たちに勝ってからにしてもらいましょうか。源流門と玄武商会が一緒にいるなんて、そんなバカなことだ。私としても不本意だったがな。さあ、正体を明かせ。
これ、まずいです。まずいです。みんなが、ってなっちゃいます。くっ。待て、お前は、あの格好は、ま、そんなことだろうと思ってたけどね。ココナちゃんには後で謝っておかないと、黙って巻き込んじゃったわけだし。そうですね。私たちもココナ教官を利用したことには違いありませんから。シュンにも謝っておかないと。シュン、お前、今どこで何を？源流門の幹部ともあろう者が、なぜこんなことを。答えろ、なぜだ？お前のせいだ、このエミナ。え？あんそんなこと言うの？私、だと。あ、前々から目障りだったんだ。どうにかしてお前を陥れようと思ったが、協力を集めるには金が必要でな。そんな時にちょうど万年人を欲しがっているとある人の存在を知ったのさ。金払いは良かったし、悪い取引じゃなかった。現部紹介の犯行に偽装すれば矛先が向かう目算もあったしな。おーい、打ち下馬。お前に何かした覚えはないが、源流門の執行部長でありながら門主様直属の護衛も務めている。お前がどう思っているかは知らないが、実情の源流門メンバーナンバー2に他ならない。だが門主様を思う気持ちは私の方が上に決まってます。ああ、おかわいい門主様、私の方が執行部長にふさわしいというのに。分かったか、私以上に門主様を愛してる者などいるはずがない。は？アテレコが完全に成功してしまった途中から完全に成功してしまった部類だ。何を言ってるんでしょう。妃も罪作りだね。おい、もう一言が。そんな理由で子供たちの善意を利用し、仙外教の伝統に泥を塗ったのか。そんな理由だと、私の門主様を愛する気持ちがお前にわかるわけないだろ。門主様の気も知らず、たとえ門主様が許しても私が許さない。バカな話なのだ。そんな理由でこんなことを。誰だ。誰でわかるだろう、こんなの。密輸がどうとかはどうでもいいのだ。僕様が知りたいのは、裏で計画を企てたのが誰なのか。そこで錬炭術研究会も参戦するのだ。薬師さや、錬炭術研究会も呼んでいたとは。現場紹介名勝手に来た薬師さん。いや、私たちも来るなんて聞いてないよ。錬炭術研究会を舐めてもらったら困るのだ。薬に関することなら現部紹介の情報網にも負けないのだ。そうなのですね。助かるよ。ありがとう、さや。お礼に新作料理をまた作ってあげる。楽しみなのだ。って、今はそんな話をしてる場合じゃないのだ。こいつらの裏にいるのが、僕様の推測通りだったら、仙外教の一大事なのだ。パークの危機なのだ。どうする。あいつらを全員倒せば目撃者をなかったことにできる。仕方ない。令嬢、準備はいい。はい、会長。そのお言葉を待っていました。源流門の名にかけて。お前たちには聞きたいことがたくさんあるのだ。先生、指揮は任せてよ。一緒に頑張ろう。はい、頑張ります。ココナも行けますか。はい、ダブルサヤで行くか。かわいい。時間だ。この国には何があるのでしょう。さて、相手はドイツだ。かっこいいんだよな。次の場所へ行きましょう。久しぶりに僕様見るか。ちょっと、僕様、角度が。それで終わりなのか。やったー。見てて、見てて。ほら、これ、帰ってくのかわいい。ほんまかわいい。おかわいらしいこと。
移動する。この瞬間を待っていたのだ。この瞬間を待っていたのだ。かわいい。あそこだね。あ、回復か。これじゃ。チャーハン作るよ。これでどうかな。よし、できた。ありがとうございます。さあ、どうだね。かわいいね。もう倒してたよ。私はただ今を噛み締めているだけさ。ナイスです。迷子にならなくてよかったね。仙外教の…はじゃ検証。裏には誰がいるんだ。ぐっ、うわ、余裕でしょ。ブローカーはどうかわかんないけど。ルミ会長、制圧完了しました。はっはっ、ひどい腕だな。銃が泣いてるぞ。そちらこそ、そんな体力でよく執行部長が務ま…あ、これはカンフーのフラグだ。カンフー映画しか見ていないような脳筋に言われてたまるものか。あなたこそ、どうせマフィア映画ばっかりのくせに。口を挟むと面倒なことになりそうだ。仙外教の女たちはみんなイチャつくのが決まってんのか。わかりやすくイチャつきやがって。よし、これで一件落着かな。さや、聞いておきたいことがあるんだっけ。あ、そうだったのだ。お前たちは誰の指示で動いてるのだ。知らない。本当だ、何も知らない。あ、いや、お前たちが言わなくてもわかってるのだ。個人の尾行、新谷海だろ。誰？マジで初めて聞いたかも。何のことだか。その反応じゃ正解だと言ってるようなものなのだ。一体誰なの、その個人の、なんだっけ。おい、個人の尾行って私も初めて聞きますね。ちょっと待ってくれ。五人の尾行だと？おー、サヤも取られちゃう。あー、仙外教はなんかさ、仙外教はなんかさ、因縁、なんか因縁よりみたいなのがちょっと多すぎるか。ふざけやがって。かつて練炭術研究会の会長だったあの新谷海のことか。知ってる人がいてよかったのだ。そう、練炭術研究会の元会長で。おお、やっぱ七州人なんだ。ちょっと悪すぎると思ったら、やっぱ七州人なんだな。ここに来て七州人が一堂に会してる。まあ一堂には会してないけど、なんか続々と登場してるね。七州人の一人、飛躍の密輸に関与した容疑で永久に仙外教から追放されたのだ。あー、仙外教の中で取れるものだけど仙外教に入ることができないから。へえ、七州人ってことは確か7人とも脱獄したんだよね。そのうちの一人が今回の事件の黒幕とは。私たちが想像していたよりも規模が大きくなってきましたね。さあ、白状するのだ。新谷海とどんな取引をしたのだ。私たちも詳しくは知らない。受け子に過ぎないからな。指定の場所まで万年陣を運んで報酬を受け取った。あ、ダブル受け子ってこと。海さんのことを話したらまずいよな。あ、当たり前だろ。それだけは何としても隠し通さないと私たちの身が。こいつら絶対に何か知ってるはずなのだ。ここは私に任せる。あ、指ですね。お前たちの言葉が本当かどうかは源流門の名においてつまびらかにしてやろう。あ、パワー。動画を作るにも円弧が必要ですからね。練炭術研究会にも複雑な過去があったんだね。仙外教の多くは何かしらの事情を抱えていますから、私たち現部紹介も
その話は今度にしよっか、レイジョ。これから大変なことになる人がまさに目の前にいるわけだし。源流門のことを言っているのか。あれ、違った？万年人の密輸が源流門の身内問題だって知られたら大騒ぎになるよね。関与してる人がどれくらいいるのかだってこれから調べるわけだし。もみ消そうぜ。それくらい言われなくても分かってる。これがどうするの？まずは迅速に万年人の回収をしなくてはな。それが終わり次第源流門として責任を問う。いつまでも続く尋問に果たして耐えられるのか。源流門の名を怪我した罪は軽くないぞ。何か言うべきことを忘れていませんか？ひどい顔。結局万年人の密輸犯は源流門の構成員だったわけですが、それは源流門にも事情があってだな。源流門の事情など現部紹介からすれば関係ありません。それとも何か、ご自身の管轄外だから関係ないとでも？最初にうちの言い分を聞かなかったのは源流門の方だったかと。そうかもしれないが、言い方ってもんがあるだろう。私たちが源流門を訪れた時の扱いを忘れたとは言わせませんよ。聞いてくれ。この件は源流門が責任を持って真相を。源流門の責任など私たちにとってはどうでもいいことです。だが、あなたたちが現部紹介にしてきた不当な扱いを忘れることはない。それとも今ここで謝罪してくれるのですか？それは。私だけで決められる問題ではない。だが、決めつけたのは悪かったと思ってる。改めて謝罪の場を設けさせてくれ。後でちゃんと場を用意するから、それまで待っていてくれ。また因縁よりがここに一つ生まれた。逃げられてしまいました。あんなの謝罪ではありません。あはは、まああんまり追い詰めすぎてもね。会長はこれで良かったのですか？自分たちの責任だと分かった途端。あ、いいのいいの、私は無実が証明できればそれで十分だよ。源流門にはどうせ後で行くことになるし、それにうまく転べば商売がやりやすくなるかもしれないからね。さや、来てくれてありがとう。あ、来てくれて助かったよ、ありがとう。いつもごちそうになってるからこれくらいなんでもないのだ。でも僕様も早く帰っていろいろと対策を。心配になる気持ちもわかるけど、まずは帰ってお祝いしよっか。先生もありがとう、お疲れ様。はい、ルミこそお疲れ様。ありがとう。そうだ、帰ったらお礼に新しい試作品を振る舞ってあげる。はい、それのどこがお礼に。何でもありません。会長の試作品はいつも言葉では言い表せない謎の味がして。ルミの料理早く食べたいね。新作チーズ、かけた焼き刀削麺みたいなやつか。思い出しただけでもお腹が空いてきたのだ。やはりここは二人に本当のことを伝えるべきでは。しかし私の口からルミ会長の料理を悪く言うのは。だが、ゲーム紹介の恩人にあんな料理を食べさせるわけにも。私は一体どうすれば。そう、万年人の密輸がもう見つかってしまったとは。うわ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 、おいおい、ツインテールだ。このボリュームのないツインテールみたいなの可愛いよな。でこれ確実に手首だ。羽織って、これ多分羽織って、着てるんじゃなくて肩から多分源流門のあのジャケットを羽織ってる感じじゃないのか。でそれをこの手で支えてる感じだ。ちょっとなんかなんだろうな、細い感じのキャラっぽいけど、あの顔見せてもらえますか。そう、万年人の密輸がもう見つかってしまったとは。
あの子たちがね、くく、成長しているようで先輩としては喜ばしい限りさ。いや、それともシャーレの先生の力なのかね。手首じゃないかな。手首でさ、でもさ、胸の大きいキャラクターがさ、胸に手を当ててる感じで、この肩に手を当てていてほしい、みたい。でも残念なことにあと一歩遅かった。すでに新薬の実験は終えたところさ。欲を言えばもう少しばかり実験データを集めたかったところではあるけど。ほら見ろ謝れまあ構わないさ。これもまた一興。ここは後輩の成長に免じておとなしく引き下がろうじゃないか。おーあ、なんか、あ、しかもさ、この服装、あ、でもこれって、船外教の制服なのかな。これ、旬の制服に、旬の着てる服に似てるね。あ、でも、あれだ、源流門のジャケットじゃなかったよ。うわ、これ、サングラスかな。ここまでのさ、がっつり白黒キャラみたいなの、珍しい。あと、この、ここのさ、ピアスみたいなのがかっこいいしさ、あと、でもさ、この、この、ほぼモノトーンで、プラス、ちょっと金色が入ってる、みたいな、金色をさ、ちょっとずつ配置してる中でさ、この、目尻のさ、朱色がめちゃくちゃ映えて、かっこいいぞ。この目尻の赤と、このサングラス、多分、サングラスかけてるのかな。なんか白衣っぽいよね。錬丹術研究会だから、そっか、白衣か。この白衣感とか、あとボールペン刺してるね。白衣かつボールペン、サングラスかな。いいじゃないの。あの子たちの顔を見るついでに、今度は船外橋まで挨拶に行くとしようかな。あ、入れるの。あ、この表情好きかも。それに、先生との出会いが一体どんな化学反応を起こすのかも気になるところだね。先生か。いつ以来だろうか、こんなにも心が躍るのは。くく。おー、色の配置が良すぎるだろ、かい。あとはなんだ、みんなで酒盛り系。七州人は先生のことが、先生に興味がありありだからな。でもこんなにかっこよく現れても、なんかギャン泣きしたりするのかな。構成員の皆さん、謝らんきゃ。さて、真相は話した通りだよ。密輸に関わった構成員には、源流門が厳正な処罰を与えると信じてよいのですよね。それじゃ事件は解決したわけだ。よかったじゃないか。よかったですね、ほんと。これで、ゲーム紹介の、もう、ビビりすぎてミスしちゃってるゲーム紹介の無実は、証明されましたね。いうことはそれだけ？源流門には失望せざるを得ませんね。確証もなく玄武商会を問い詰めたのは。これ以上話すことはない。個人の問題を我々に持ち出されても困るな。 お前たちは一部の構成員が行ったことを源流門全体の責任だと言いたいのか。でも一つの段ボールで我々全体のせいに。もっとも、そんなことを言われては源流門が麻痺してしまう。そうなったら困るのは私たちだけじゃないぞ。はあ、何を言っても通じそうにないね。謝ったら死ぬんだな。ここまですがすがしく開き直られるとは、呆れて言葉が出ません。あ、門主様のおなーりー、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 おなーりー。チャット欄もうおーじゃなくて、ちゃんとおなーりー言わんきゃ。何の騒ぎじゃ。お邪魔します。文殊様、あの者たちが。もうよい、すべて分かっておる。文殊様、文殊様、おやめください。頭を下げた。キサキ、
源流門は玄武商会に対して公式に謝罪しよう。確たる証拠もなく玄武商会を犯人であると述べ、汚名をかぶせたこと。ひいてはそなたたちだけではなく仙外教に混乱を招いたこと、そしてわらわの目が行き届いておらぬこと、源流門の門主としてかようなことは二度と起こさぬと約束しよう。これが源流門の門主流撃先の採決じゃ。しかし門主様。下がれ。下がれって言ってほしい。私たちもあくまで。二度は言わぬ。失礼しました。さあ謝罪したぞ。源流門が公式に証明したのだからな。なんだその目は。私も悪かったと言っただろうが。まったく門主様は優しすぎる。こんなのちょっとした操作ミスじゃないか。何も頭を下げなくても。おい、キサキ様、お尻百叩きの刑っていうのがあってよ、一緒にやらない？教えてあげるよ。やはり納得できません、会長。まあ、キサキの考えていることはなんとなく分かったよ。ルミ会長は本当にこれでいいんですか？いいか悪いかで言ったら微妙だけど、まあ、これで一件落着ということで。もしかしたら玄武商会が解散するかもしれなかったのに。私もなんとなく分かったような、すっきりとしない終わり方の日もあるよね。さ、この話はこれで終わりにしよっか。キサキの考えは分かったし、玄武商会としてはまたお客さんが安心して来られるようになるなら十分。いくら門主とはいえ生徒会である以上どうしようもない事情はあるからね。わお、分かってら全部。俺の負けだ。分かりました。今日のところは会長の意思を尊重します。ですが、私は納得してるわけではありませんからね。ありがとう、霊女。美味しいもの作ってあげるから、それで許してよ。一つ、そなたと玄武商会にお願いがあるのじゃが。はい、何でもやります、もう。礼を言う。どうやら今回の騒ぎを聞きつけた生徒たちが不安を抱いているようでの。彼女らの不安を払拭するのも、源流門の大事な役目じゃ。そこで力を貸してはくれぬか。これは源流門の門主からの正式な依頼じゃ。はい、何でもやります。門主様。騒ぐでない、みな。玄武商会も仙外教じゃ。そうですね、わかりました、門主様。それで依頼って何？どんな内容でも受けるつもりだけどね。そんなことを口にして後悔せぬようにな。おい、なんか、なんだこいつらの、こいつらのなんか二人の間に流れる独特な空気。なんか今のことを話しているようで、なんか会話をしてるようで、なんか昔あった二人の間にあったことを思い出しながら話してる、なんか過去を見ながら話してるようで、僕たちには到底知り得ない過去のことどこか見ているようで、で、二人の眼差しはなぜか楽しそうで、僕たちには介入できないものがあるのだと、力及ばぬところがあるのだと、二人の表情から僕は理解させられるのであった。ぐぅ。玄武商会が依頼を断ることはないよ。物理的な不可能な場合を除いてね。その言葉、ゆめゆめたがえるでないぞ。もちろん報酬さえ十分ならね。それが玄武商会だから。それは重調。では宴の準備を頼めるかの。わお。仙外教の全生徒、そして先生を招待して執り行う盛大な宴じゃ。私もいいの？無論、何を言う。そなたはこたびの事件を解決に導いた立役者じゃろうって。この機会に仙外教のおもてなしを存分に味わうがよい。仙外教のみんなと先生を。費用なら心配せずともよい。すべて源流門が負担しよう。それともわらわのお願いなど引き受けるに値しないと。おい、
試し行為をやめろ。ううん、そんなわけないよ。楽しくなりそうだね。久しぶりに紹介のみんなとみんなを集めないと。あ、手が足りぬようじゃったらみんなたちも使ってくれて構わぬぞ。大丈夫、現部召喚に集まってくれた子たちはみんな一人前の料理人だからね。やっぱつけ入る隙ないじゃん。おい、なんかここまで既に出来上がった関係性見せつけられると、もう先生って今回いらなかったんじゃ。争いの調停役じゃ、どうどうっていうだけの役だったんじゃないのか今回。こうして万年人密輸騒動は幕を閉じた。いいですけどもだ。この料理は一体。まずは食べてみて。レッドウィンター風のスープにワイルドハント風の蒸し肉とブドウを加えた特製料理だよ。蒸し肉とブドウ。スープがピンク色なんだか本当に食べられるのか、ちょっと辛い感じなのかな。色は強烈だけど香ばしくて甘酸っぱい味わいが絶品なんだ。蒸し肉は口の中でホロホロ崩れるくらい柔らかくてさ。本当にいいのか、仙外教の伝統が、我々の文化か。細かいこと気にしても仕方ないって。食べ終わったらトリニティ風のお茶菓子も出すよ。バターと砂糖にこだわった焼き菓子に牛乳茶の組み合わせが意外といけるんだ。お茶に牛乳を混ぜるなんてそのもの飲めるわけないだろ。いいからまずは一口飲んでみて。これまた癖になる味なんだよ。お、シュン。はい、皆さん、これは源流門と玄武商会の方々が開いてくれた宴会ですよ。子供たちに宴会って言葉を通じるのか。いっぱい楽しんでください。ですが周りに迷惑をかけないよう気をつけてくださいね。でっか、器がね。媒介園の園児たちってあれやな、結構めちゃくちゃするし、手榴弾も投げまくるんじゃなかったっけ。食べ終わったらちゃんとごちそうさまを言うんですよ。それと家に帰ったら歯磨きも忘れないこと。ココナちゃんも歯磨きしなきゃダメだよ。ココナちゃんじゃなくてココナ教官です。ではココナちゃん、しばらく子供たちをお願いできますか。しゅん姉さんどこに行くの。お姉さんはこれから先生と用事があるんです。あ、なんかこのぐらいわかりやすくいてくれると助かるな。俺のこと好きなんだもんな。わかるわかる。姉さんだけずるい。私も、でも子供たちが、わかりやすい。あ、助かる。俺のことが好きなんだよな。よかった。因縁よりがない感じで、気やすく見られるわ。ありがとう。なんか、ふぅ。もう、しゅん姉さん、また冷凍庫のバーゲンダッツ食べちゃうんだからね。こんなに人が多いと落ち着かないのだ。早く研究室に帰りたいのに。でも、どの料理も美味しそう。どうすれば。あ、デリバリーするか。タッパー持ってきたから。料理、好きなチーズ料理だけ持ってさ。で、二人でさ、抜け出さない？ナトリもさ、ちょっとさ、ナトリもちょっと、何？ちょっとやっぱ、かしこまった席だと、ちょっと、なんかね、なんか肩がね、凝っちゃうから、ちょっと練炭術研究会の部室に戻って二人でご飯を食べるのだよ。そうだ、思いついた。さすがは僕様、自分の分身を作る薬があればいいのだ。そうすれば一人は料理を味わって、もう一人は研究に集中できるのだ。でもそのためには一度戻って研究しなくちゃいけないから、この料理を食べられなくなっちゃうのだ。どの料理も本当に美味しいのだ。あ、かわいい。ほんと好きだ、さや。みんな楽しそうだね、キサキ。この光景が見たかったの？さて、どうじゃろうな。わらわは仙外教が平穏であってくれたらそれで構わぬよ。こんなに嬉しそうなキサキの顔、久しぶりに見たよ。ほーん。で、ここのさ、なんだこれ。
これはだってさ、これはしょうがないって、これはさすがに嫉妬するって、これこれがさ、これ実は結構普通になんか人間として長期間一緒にいるから仲が良くなってるみたいなのさ、ここルミのセリフかな。ちょっとこれ逆にでもさ、変な感情が湧くから修正しないでほしいな。これどっちでも嬉しいけどな。これをミナが2人の時だけ、いや2人じゃないんだけど、まあ、厳密に言うと2人じゃないんだけど、やっぱ人払いをしてなんか重要な人物だけになったところでちょっとこの距離感で話されたらちょっとなんかふんふんふんってなっちゃうけど、ルミかな。みんな楽しそうだね。キサキこの光景は見たかったの。言い方からするとちょっとルミっぽいけど、でもこのこれを見た時のこの感情って手放したくないよ。そなたからもそう見えるのかい。こんな時くらいわらわとて気を抜いてもよいじゃろう。それにしては不思議な組み合わせの料理じゃ。牛乳氷に練乳をかけてぶどうと飴を添えるとは。牛乳氷に練乳か、あ、かき氷か。もっとお持ちしましょうか、モンシャ様。せっかくじゃ、他の料理も味わってみるとするかの。まあ、キサキ的にはあれか、その伝統だけじゃなくて他の料理も食べたいよな。小食の、どうして小食だってわかんだよ。小食のキサキが私の料理をこんなに食べてくれて嬉しいよ。私にとって妹みたいなものから、おいおい、妹みたいなものだからねっていうのは言われた側がちょっとさ、妹みたいなものかみたいな感じになるのがお決まりじゃんよ。そなたの妹になったつもりはないと何度言えばわかるのじゃ。別にいいじゃない。何年一緒にいると思ってるの。ほらこれも食べて。いちごに生クリームを乗せてお餅で包んだんだ。おいしそう。それともチーズボール揚げの方が良かった。甘いのばっかりだったからしょっぱいので口直ししたいよね。なんだこれ、今までゆりかと思ってたけど全然なんか姉妹感出てきたな。なんか急に世話焼き始めたらちょっと姉妹感出てきて脳の破壊が和らいだかもしれん。ちょっと再構築されてきた脳が。ふむ、どちらもいただくとしようか。組織同士の問題はすぐに解決とはいかないかもしれない。それでもこの二人がいればきっと。かん。へえ、面白かった。仙外郷、ここまでなんか政治的なところっていうの、がっつり対立みたいなのまで描かれて、しかもまさかの七囚人新メンバーまで現れると思わなかったからおもろかったな。よかった。ちょっとなんか今回因縁ユリみたいなさ、なんかバチバチユリみたいな、ユリって言い方ダメか、その精神と精神のつながり合いのことね、絆のことですね。その精神と精神のつながり、それを人は絆と呼ぶんですけど、その絆のかんあり方がなんか良かったですね、丁寧で。うん、おもろかった。普通に、っていうかあれやね、なんかよいしょ、みんなもなんかルミはおおむねそういうキャラだろうなみたいな、今までちょっと出てたりもしてたからキャラ分かったけど、みんな最終編で見た時そこまでなんかふん謝るのは今度にするみたいな、なんかそういう感じだと思わなかったから、あれやね、全然なんか意外な感じあった。いわゆる面白い女というか、なんかかっこいい中にギャップがあってびっくりしたね。あと表情差分が割と思った以上に変顔が多かったな。
ねえ、よかった。いやーいやー、キサキの実装って皆さんいつになると思いますか？次のアニバーサリーで限定で出してほしい。もう漏れは欲しいよ。うん、でもまだだろうな。次のメインストーリーとか七囚人とか結構出てくる感じになるのかな。あー、復刻、このイベントの復刻で実装されるのはまあ例女だと思うけど。でもまだティーパーティーに声のついてない子が一人いるよ。うん、あと七囚人はアキラもいるしな。ちょっと実装待ちが多すぎるんちゃう？うん、というわけでシナリオ読みでございました。おもろかったね。いやー、おもろかったし、なんか今まで以上にイベントストーリーの中でも今まで以上に、なんだろう、キャラとキャラの関係性みたいな立ち位置とかががっつり語られてて、ちょっとめちゃくちゃ感情の揺らぎがでかかったですね。またこういうの読みたい。あと確かに、今回のシナリオあれだね、戦いがそんなに多くなかった。毎回戦いが挟まるとかじゃなくて、シナリオなんか最小限だった気がする。先生の矢印が少ない。そう、名取的にはなんか先生メロメロメロっていう感じよりも、なんかこういう味付けかなり好きかも。なんか、その生徒は生徒同士で仲良くしてるのを、モルは気になって見たいみたいな。なんか立場的に大人と子供っていうよりは、やっぱ子供同士で、なんか良きようにやってくれみたいな気持ちが、あるからやっぱ壁になって実と立って見ているのが一番いいだなって感じがするな。そう、こういう生徒同士が主体になって進む、なんか先生があんまり介入しないのって、世界観の味がかなりなんか純度高く味わえていいよね。うん、よかったです。いやー、でもさやまでもが、はぁ、さやのこと、なんか、やっぱ、声きっかけでめちゃくちゃ好きになったんだけど、やっぱ天才っていうキャラ付けとか、キャラめちゃ好きだし、七囚人、まさかね、練炭術研究会のところから七囚人が一人出て、なんか二人にも因縁がある感じが見せられると思えなかったから、俺はびっくりしちゃったね。うん。またサヤのこともっと知りたいな。サヤの性格がめちゃくちゃ好きだから。いつも言ってるのは、ネバーランドの船外教イベントを読んだ後に見る私服サヤの桃トーク、絆ストーリーがこの世で一番いいんだからってずっと言ってるけど、あの感じをまた味わいたいよね。というわけで今日はここまでにしておきます。またちょっとブルーアーカイブ久しぶりだった感じがするな。っていうか、本編というか最終編の時めちゃくちゃやってたけど、イベントごと復刻も混ざってるから、なんか新イベントの時はストーリー読みたいなと思ってるけど、ちょっと久しぶりな感じがしたね。メイド以来です。というわけで今日はここまでにしておきます。何回言うんだって話だけど今日はここまでにしておきます。かっこ N 回目。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ブルーアーカイブね、ぜひナトリの配信でだけストーリーを読むんじゃなくて、ご自身でもストーリーを楽しんだり、もっとね、あのブルーアーカイブ楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますが、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。